カニメガ大接戦は、仲間あざきによる漫画作品。月刊4コマ漫画雑誌、萌え4のち、メンサイン。さらに、漫画タイムキララ、春田にて連載の4コマアクションギャグ漫画である。当初は、萌え42004年12月号に読み切りゲストとして掲載。その後、読者投票による人気を得て2005年2月号より、連載を開始し、最終号まで続いた。 萌え4は2005年7月9日発売の8月号をもって休刊してしまったが、本作は同社の別雑誌、メンサインにて2006年1月28日発売の2006年2月号より、連載を継続したものの、遺跡連載開始翌月の3月号より、作者都合のため救済。後に法文社、漫画タイムキララに再遺跡して2006年11月号より、 連載を再開するも2007年4月号から長らく救済中となっていた。しかし2014年6月13日発売の春田ボリューム15に反則小冊子として全話収録した形で付属される予定が春田のツイッター公式アカウントで発表され小冊子配布後は仲間の時間が空いた時点で完全版として単行本化されるという。反則小冊子は 角川運営のネットショップエビテント特定の書店で対象号を購入した場合のみ付属した。健全ロボイミダラーアックス連載終了後、2017年7月15日発売の春田ボリューム46より完結編3話が連載され、同年8月10発売の春田ボリューム47にて完結。同日に単行本が発売された。拳で語る高校1年生。 大吟小五郎を。今日も喧嘩に明け暮れていた。彼は、突如現れた巨乳の女生徒に襲われる。かろうじて勝利した大吟は彼女から学園が、乗っ取られてしまったことを告げられ、助力を壊れる。そしてその直後に、四天皇を名乗る敵が現れ、戦いの火蓋が切られた。四天皇を倒した大吟は、改めてか二メガと名乗る、女生徒の願いを聞き入れ、ペンギン番長を率いる。 ペンギン帝国と戦うことを決意する。かくして、大君は、親友の荒垣と共に、他校の構想に自ら飛び込むこととなった。この物語は、チャタン第三高校の支配をもくろむペンギン帝国と、それを迎え撃つ大君、カニメガの熱い激突を描く、お色気あり、アクションあり、お笑いありの四コマ漫画である。ありがとうございます。